フリードリヒ・クロイツベルク区は、ドイツの首都ベルリンの区であり、区高度は02である。人口はおよそ29万人である。2001年の区域改革により、旧東ベルリンのフリードリヒスハイン区と、旧西ベルリンのクロイツベルク区が合併して成立した。オルタナティブ、クリエイティブな地区として知られ、様々な左翼政党、とりわけ緑の党の画像である。本区は、ベルリンで、 平均年齢が最も若い区であり、また人口密度も1平方キロメートルあたり約1万4千人とベルリン全住肉中で他に大きく、差をつけ最高である。流行の最先端地域に数えられ、そのためにジェントリフィケーションに見舞われている。クロイツベルク地区とフリードリヒスハイン地区はシュプレー川によって隔てられている。 この古くからの2地区を結んでいるのがオーバーバウム橋である。そのためこの新設行政区のシンボルとなり、区の紋章にも描かれている。歴史的長育名、ルイーゼンシュタット、テンペルホーファーフォアシュタットなどは今も土地台帳に行き続けている。クロイツベルク地区のアレクサンドリーネ通り12番地にはベルリンの地図上の中心点がある。2010年のフリードリヒクロイツベルク区の 人口ピラミッドトークの人口は2019年6月30日時点で289,762人であった。面積は、20. 2 0 2トルであるため、人口密度は14,373人、軽平方メートルであった。人口構成の面で、クロイツベルク地区とフリードリヒスハイン地区には、差異がある。2002年時点の外国人の割合は、ベルリン州統計局によると、 クロイツベルク地区では32.8%であり、フリードリヒスハイン地区では8.7%であった。2012年12月31日時点では、区全体で22.4%となっている。両地区の人口構成を年齢別で見ると、際立った差異がある。クロイツベルク地区の方が35歳から65歳までの割合が高く、また、青少年層が少ない。 本区全体では主に若年の青年が居住している。平均年齢は2012年12月31日時点で37.3歳であり、ベルリン全区で最も低く、最も人口の若い区である。失業率は2013年4月30日時点で13.3%である。出生率は2007年の時点で1.17人と、 ベルリン全体の平均1.275人を下回り、また全ドイツの平均一家である。詳細はフリードリヒクロイツベルク区の紋章を参照。トークの紋章は、紋章は2003年10月7日にベルリン市政府から授与された。紋章記述、銀色の盾、その下部には青色の波形模様。この紋章は1991年になって、 制定された旧フリードリヒスハインクの紋章を利用したものである。オーバーバウム橋はかつての境界をまたぐ橋であり、東進節区の統合のシンボルである。青色の波型の青色のティンクチャーはシュトラーラウの紋章に由来し、城壁間はベルリン全区に共通である。東区は現在10都市と姉妹都市協定を結んでいる。オーバーバウム橋1998年から 毎年、オーバーバウム橋で野菜の戦いが、デモ活動として、許可を得た上で行われる。旧クロイツベルク区民と、旧フリードリヒスハイン区民には高まる反感を揶揄した、議事戦闘である。レバル通りには、トレーラーハウスのキャンプ場ハンガーラスターがあり、オルタナティブなライフスタイルモデルとなっている。2008年9月23日に、ドイツ連邦政府から、 多様性の場という称号を授与された。ABC ベルリン州における2019年6月30日時点の登録人口、資料、ベルリンブランデンブルク統計局。フリードリックス・ヘイン・クルーズバーク、クレイティフ・ウント・アンジェシグット、アブジェローハン・ AM13、12 2013、AB、スタタスティシャー・ベレクト。 アインボォネリネンウントアインボォナーイムラントベルリン AM31 デトセンバー 2012AMT フィアスタタスティックベルリンブランデンブルグアブジェローファン AM18 ジュニ2013アービーツラシグカツアトラスアービーツラシグキットインベルリントサロンウントクエトンインデアスタットウントインデンベザーキンアーカイブド2011年7月11日アットザウェイバックマシンイン ベルリーナーモーゲンポスト、アブジェローハン AM18、ジュニ2013、方平再建、ホンベルリンベザーックスワピン、ハットリンケモーガンケーネロルハイマーメアー、イン、ベルリーナーアイトング、21、フェブルー2009。ありがとうございます。